里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあパワフルの日ということで、はい、前回前々回はパワフル高校でやってきましたけど、はい、もう大体分かったでしょ。大体分かりました。しかもちょっとやっぱ成長してません？技術もね。はい。というところで、はい、今回は高校変えます。おお、高校から見るといっぱいあるんですよね。はい、高校は今回はですね、はい、現在、はい、ニューヨークヤンキースの田中将大投手プロデュースの北摂高校です。おお、を舞台に今回やります。マー君プロデュース。そうなんですよ。すごい。しかも、はい、その高校が全員女子です。え、女子、はい、女子校ってことですか？全員女子だけど、はい、主人公だけ男子。超ハーレムじゃないですか。マー君どうした？ねえ、マー君の願望なのかな。分かんないけど、まあでも楽しいよね。楽しいですね。はい、うん、があの噂によると、はい、全員がコンセプト、はい、彼女候補っていう。へえ、ウハウハですね。コンセプトらしいんですよ。うん、普通に彼女ができるらしいんですよ。え、浮気オッケー？噂によると。一夫多妻制みたいな。それはもう。やっていかないと。やっていかないと分かんない。僕も分かった、はい、だからやっていきながらいい選手を作るっていう。分かりました、はい、じゃあ、まあ、早速始めていきましょうか。そうですね。じゃあまずそっか、名前はつけないといけないです ね。 そうですね。私の名前とかでいくか。袴さんでいいんじゃないですか。いいですか。なんか元だって女子校でバレンタインもらう女子とかいるわけでしょ。いますいます。だからそのパターンにしましょう。じゃあその気持ちでいきますか。ニュアンスはね、ニュアンス、はい、じゃあ袴田綾にしようかな、うん、あ、そうですね、はい、守備位置どこですか。守備位置はじゃあ私やっぱショートに憧れるんで、うん、ショートにしますね。で利き腕はまあ右投げ右打ちでいいかな。打撃フォームどうですか。これこれでいいやん。これこれですね。これでいいやん。持ち込みアイテム、はい、大丈夫博士の手術が必ず成功する。それ持ってきて。これなんだろう。これ、あ、彼女の評価が上がりました。それいいね、それいいね。これ持ってきましょう。それ持ってきて。これとこの辺の万能ドリンクとか持ってきましょう。いいね。じゃあ開始しまーす。スタート。え、本当に野球部一人になっちゃったの？俺一人になっちゃったって。さよなら俺の嫁、さよなら甲子園。女の子がいっぱい。あの使えない男なら首にしたざます。理事長。理事長。監督は首ってどういうことですか？え、理事長が指揮取るの？すごい。色恋沙汰はご法度ですわよ。え、部員間で付き合っちゃダメなの？部内恋愛禁止だから。みんなマネージャーと付き合ったりするじゃないですかね、うん、高校の時って。本当だ、全員女子だ。本当だ。まあ、じゃあいっぱいいるとこ行きましょうか。これはもうちょっとそろそろ袴田さんが勉強したことを発揮してやります。わからない時にアドバイスします。はい。んー、ではまずは監督いるところでやっておきますよ。理事長だけど。あ、まあ、そうそう、理事長で引き取ってるのは理事長だから。お悩みのよう食べねって言ってくる。これ矢部くんパターン。あ、矢田部さんだって。矢部くんパターンだ。面白い。ねえ、大空さんのことなんだけど、うん、あの子の本当の姿知らないでしょ。本当の姿ってどういうこと？普通に優しくて可愛い子だと思うけど、ちょっとのんびりした感じだけど、女の子なのに肩が強くてサンディーが生まれる貴重な戦力じゃないか。やっぱり何も知らないのね。大空のあだ名なんで番長なのかも分かってないでしょう。そう言われると、あれ、二人何を話してるの？あ、これが番長っていうんだ。え、何、悪口言おうとしてたのかな、この子。ん、少女だ。女にありがちな。女子校もなんかね、いや、ドロドロしてそうですね、うん、しかも男子がちょっとしかいないってなると。練習、まあ打撃上げとこ。あ、3人の選手を紹介してくれる。みそのちかさん、キャッチャー。あ、この子キャッチャー、うん。なんか新しい子来た、うん、ナイスキャッチだべ。みんな喋り方どうしたの？なんでみんな、あ、北海道だからダメなのか。へへー、どんなもんよ。そんじゃ次行ってみよう。守備、小柄志亮さん、うん、あ、ショートだって。元バスケ部、守備、1
速い、足速い。お、マネージャーだって。うん、かわいい。あれじゃない、小筆ちゃんと全然違う。違いますね。でも私こっちの子の方がタイプかな。秋星節香さんの練習ですね。あー、もう選べない私こういうの。もうこう行こう、人がいっぱいいるとこで。いいな、なんかこれハーレム楽しそうだな、うん、いろんな子から誘い受けるね、差し入れもらっちゃって。だってコンセプトが、はい、全員彼女っていう。そうですね。あ、そろそろ休んどこうかな、うん、明け月 50% だ、うん、これ休みましょう。まあそんな練習感って本当は休めないですよね。夏のひまわり、かわいい名前。え、みそのさん、袴田陽君のことを好きだべか。何いきなり、大丈夫、女と女の秘密にするだべよ。それどうなんだべ。いきなりじゃないです、いきなり恋愛はでも禁止だしって、バレなければ問題ないだべ。独立、おおお、近い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 。ディスタンス取ってとか言って近い。一緒に練習を。おい、ちょっと待てよ、私だって見てもらいたいんだよ。お、女が揉めてきたぞ。いいよいいよ。あれ、ずるい。あらららららダメ、スケジュールの管理が先でしょ。みんな焚きつけられた。うまくいったべ。お、個人レッスンをして才能を開花させるべ。うん、こいつと一緒に旅行して、まあね、だいたい付き合うときってだいたい一緒に帰るところから始まりますからね。あ、ときめきコマンドが使えるようになった。なになに、あ、ときめき、あ、あ、だからこれ、この子たちが候補ってことですよね。ああ、うん、誰を選びますかって。え、これ誰が好みですかね。そう、浜さんが好みは。私は、みそのさんか、これゆきかちゃんでしたっけ、せつかさん、せつかちゃんかな。え、佐藤さんはパッと見誰が一番タイプですか。うん、個人的なタイプ。3番目、上から。八尺さんですか。うん、私じゃあ、みそのさんで。みそのちゃん、みそのさんにしますよ、うん、だって別に今回、決めるわけじゃないからね。あ、確かに。あ、一緒に、ただ一緒に帰るか個人レッスンするかで、ちょっとまず一緒に旅行してみましょうか。そうなんですか。はい、個人レッスンしますよ。じゃあ個人レッスンしてみましょうか。みそのさんの選手能力上がった。じゃあまあこれときめきずっとできるのかな。これみそのさんばっか一緒に旅行とか、あ、できるの、うん、一緒に旅行してパン買って帰って、うん、ときめき度が高かった。ときめき度が高いと個人レッスンでいい結果を得るんだって。じゃあ先に下校しないといけなかったんですね。同時にこういう爆弾もう発生しやすくなって。何それ、こういう爆弾って。こういう爆弾発生しますと良くないことが起こりますので、悩み相談で早めに消しましょう。何それ、いろいろあるんだ、ときめき。もうじゃあもう一人を強化します。そう、まあいいと思う、強化した方がいい、一人。みそのちゃん、さっき一緒に旅行したから個人レッスン、もっとレベル上げてから行った方がいいんだよね。そうですよね。あれ、下校をいっぱいした方がいいんですか。じゃあ、うん、そうなんだ。じゃあもう一回下校しておきますか、一緒に。チェスやってる人すごい、チェスだよ。私チェス教えるよって言われたらいいやってなっちゃいますけど。そうなんですか。はい、あ、じゃあ、え、覚えます。うん、どうもしよう、そう覚えてみようかなって。しかも、でしょ、気になってるでしょ。気になってる、確かに気になってる。女の子に言われたらじゃあ覚えてみようかなぐらいにしよう。まあ、わたわた。プロテインも飲め。今日も飲むしかないでしょ。体力の差が違うよ。うん、上がってますね。筋力も。あ、でもやる気が下がりました。で、これでも練習行った方がいい。だから体力マックスあるから。そうですね。だから体力がなくなってきたら、あの、ときめきとかにすればいいんですね。じゃあ、まあ、筋、みそのちゃんもいるし、じゃあ筋力にしよう。じゃあ、まあどんどん練習しましょう、うん、なんかびっくりマークついてるところの方がいいのかな、うん、まだいけますね、うん、じゃあまだ理事長の評価上げるとこいいんじゃない。そうですね、うん、監督理事長のとこ行きましょう。試合出なくなっちゃうから、ね、はい、どうしたんだ、何の話。卓球に推薦されたの、へえ、うん、
どうする？委員長、どうですか私に委員長なんて。務まる、務まらない。務まらない。この俺を見ろってどういうこと？わからん。どういうこと？わからん。ちょっと言ってみます。うん、この俺を見ろ。頑張る姿を散歩にするんだって、そういうこと？この前サボってる姿を見かけちゃったしね。あ、だいぶ疲れてる。こと決めていいじゃない？もうちょっと一旦みそのちゃんに、あ、でもこれも一旦に換算されるので、うん、でも練習しながら休憩できるからいいじゃん。まあ、確かに、ね、もう監督いるところでやっとこうかな、うんうん、しかしさらなる苦悩も主人公に待ち受けていたって、うん、セクション1クリア、はい、じゃあ次セクション2ですね。はい、じゃあ続きいきましょう、うん、だいぶ疲れてますね、うん、これもときめきじゃない、もうなんか休むじゃなくて全部ときめきに、うん、もう下校するっていう、実際休んでるしね。そうですね、確かに。あら、もうどうやって告白しよう。ため息なんかついて、いつの間に来たんですか。いつの間にってさっき来たとこだけど、あ、まだ告白はしないんだ、うん、独り言だったのね。もう告白された。早っ、うん、告白を受けるでしょ、これは。まあ私、でも他の女の子にはもう告白されないよ、そしたら。でも、だから、されて、されるんじゃない、いいんじゃない、されて振ったりもできんのかな、分かんないけど、とりあえず受けようよ。いや、まあそうですね、とりあえず、はい、受ける、もちろん OK だよ、みそのさん、俺と付き合おう。嬉しくて泣いちゃうの、かわいい。ほら、彼女になった。早い。パワフル高校めっちゃ苦労しましたけどね、うん、これでクリスマスは安泰よ。本当ですね、うん、まだ11月2週。はい、あ、ここいっぱいいるから、パパに行こう。まあ練習まだいけるな、うん、じゃあ理事長行こう。え、ときめきじゃん、ときめき。恋人って書いてるもん。え、ハートのマーク飛んでる。変わってる、うん、え、これで恋人じゃないですか、うん、他の子たちのやつあげると変わってくるんですね。あ、いけんじゃん、言ったら、ちょっとやってみましょうか、うん、ちょっと明星ちゃん一緒に旅行してみよう。これ恋人いて他の子と一緒に帰ってたら、うん、ね、彼女はプンプンですけどね。練習来いよ。お、どうしたんだ、今日は練習試合ざます、ボンクラな男どもに見せてやりなさいと。あ、もう頭ゆっくり代打で使ってみます。代打。女子いっぱいいる中で代打。代打です。なんでちょっとときめきに時間かあのつけすぎました、かけすぎちゃったかな。じゃあ早速どうですか打席は。私打席意外といいと思いますよ。今上げときますね、うんうん、じゃあ試合します。代打だからね、出てこれないよ。あ、そうだった。来た、もう代打、チャンスよ。よし、ここで見せてやる、うん、あ、やべ、遅かった。あ、まあ、ボール球よ。ちょっと、あ、もうだ、あの今脳がピッチングになってる。もう一回代打の機会をくれ。え、来たボールの時は振らなければいいんですよね。そう。あ、ボールだ。ボール、よし。あ、いいね。あらら、いいね。あ、そう。あ、ちょっとダメだな。エンジン組んでるよ。負けたよ。勝った。私何も活躍してないけど勝てた。なんか監督の評価下がっちゃった。打撃怪我率 9% か。今 9%、 いや 57%。 監督の前でやった方がいいんじゃないって、試合がね。そうですね、もうちょっとアピールした方がいいですね。じゃあこれ怪我率12なら大丈夫か、ときめき、うん、そっか、デート行ってみます、うん、おー、なんか来た、デートに割り込んできた。いそこに当たるぞ。君は野球より女子を取るんだな。その通りだ。
2年生で、その通りだったあ、その通りだ なんと いや、そこまで堕落していたのか理事長に、やばい、理事長に報告されるってそれはダメですってえ、バレたあれ緊急、これはみんなとの緊急会議が来てるんですよねあらら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 らあれ、ときめきと下がった、あの、バレたんですよ、付き合ってるのがあ、みんなのみんなのときめきと下がったあららら、あららこれやばいかなえ、初デートどこでした初デートん花見大会であ、いいですね、うん、あ、私も花火かな安倍花っていう安倍川花火大会え、ときめきどうなったんだろうあ、ちょっと下がったのかそうだねでもこれどうなんでしょうねちかちゃんだけをあげるのかそれとも他の人のときめきを回復しに行くのかまあ、とりあえず練習しちゃおうはい、ちょっと今野球うつつぬかしてるからな、完全に、うん、監督いるところでアピールしていこうかなちょっと家に呼んでんのあ、クリスマスクリスマスクリスマスだ彼女がいるクリスマスあらららこうなっちゃうのえ、なにクリスマスケーキ、うん、え、手編みのマフラー、うん、え、新品ちゃっちゃみっとシンピのキャッチャー見てくれるんだよ結構お小遣いあるねありますねいや奮発したんですよもういいですねじゃあ練習しよう、うん、みそのちゃんもうちょっとであれですねそうだねみそのちゃんあげとこうかないっぱいあっお正月ほら一緒に行ってるやんねえいつも矢部君だったらねはいほらえテイズの豪華だってうんゆっこれはこれは消する消しちゃう消しちゃう消しちゃいますもうみそのさんと仲良くなりたいもう仲いいけどね、うん、手つないじゃってるけどね、うん、よしですよっつってパワーね、うん、もうのろけてるよ二人ともおみくじは違う小吉ださあ練習しましょううん。あの元気いっぱいいるもん人があそうですね、うんなんか安っぽいわね少し高級なものにしてあげるわって言って打撃練習強化されましたすごいねあやた順調そうねもう喋り方がすごいなあやたって言ってさあ練習だあ、あ、光ってる本当だあ、こっちもあ、ちょっと光ってるとこあるあ、これだ、光ってるのスペシャルタック練習だ剣抜きはダメよこの橋を渡ればショートカットできるいや、そりゃしないでしょ、そこは一層距離を伸ばす、距離伸ばす、ああ、それもあるんだちょでも今ちょっと体力も長いしないいよ距離伸ばしてみますよしおお。どこまで行く気自転車で先に進むのえらい、これ飲んで頑張ってねめっちゃ上がってるよめっちゃ上がってるよかったあお疲れたこれ特にいいやこれで体力を一気にこうあれしたいじゃないですかそしたら休んで普通に今休みますか、うん、残り練習できない練習しましょう監督いるところでやっとこうかな結構上がるし、まあ、甲子園の道はまだ見えてこないぞ、うん、クリアセクションクリアということで、はいワンツー。いや、今回ここまでです。全然ストーリー違いますね、バッフル高校と、うん。でもなんか斬新ですね。斬新です。だって男が全然出てこないんですもん。あとここからどういう展開になるのかと。そうですね。チカちゃんだけなのか。いや、まあ、果たしてマネージャーは。確かに。いや私がでもチカちゃん結構一本縛り行っちゃいましたからね、もう六回六個。次回。はい。次行きますか。ちょっと違う子行ってみます。行ってみましょうか。はい。いうそうしたら、はい、どうなっていくのか。はい。ぜひ次週お楽しみに。さあ今回はここでスペシャル告知&袴田さんに報告がありますはいはい報告なんと、はい、10月31日配信のパワープルアプリファンフェスタにて、まあ、あの人とミニバトルっていうコーナーがあるんですけども、はい、そのコーナーに袴田さん参戦決定です、はい、おー私参戦していいんですかいいんですはいもう決定しました決めときました、もう勝手にだから、まあ、そこではね、はいまあ、ミニバトルは、はいまあ、好きな種目を選んでルームを作って自由にマッチング対戦できる、まあ、モードなんですけど、はい、視聴者の皆さんと
墓場さんがそのルーム内でリアルタイムで対戦してもらうっていう、はい、あ、じゃあ本当にリアルタイムに皆さんと戦えるってことですか、はい、そのルームに入った人が、はい、なんかあの先着限定らしいんですけど、はい、まあ、その時にね、まあ、概要欄に貼ってますからホームページでねチェックしてもらいたいんですけど、はい、そういうコーナーがあるんですよ、はい、でそこで視聴者の皆さんと袴田さんが入ってそのルームでリアルタイム対戦 で、はい、で種目はね、うん、3種目ぐらいあるんですけども、でそこで対戦です。袴田さん、え、私大丈夫かな。今まだ1ヶ月あります。10月31日です、はい、1ヶ月あるんで、はい、だもしね視聴者の皆さんも、うん、パワープロアプリまだダウンロードしてないよっていう方はこれダウンロードしないと勝負できないんですよ、うん、でもダウンロードするだけで普通に一緒にできるってことですね。そうです、だからホームページね、うん、この概要欄からホームページ入ってもらってどんな種目か見て、うん、パワープロアプリをダウンロードしてもらって、うん、1ヶ月練習して、はい、で31日に袴田さんの解説されたバトルのルームに入って袴田さんと直に対戦するっていう。ほー、中川さん1ヶ月あります。はい、修行です。練習します。まあまあでもあの私のパワープロの成長ぶり佐藤さん見てるじゃないですか。すごい最近ね、私結構すごいですよね。舐めてたらやられちゃうよ。結構私あの今ホームランとか打ててるんでね。このパワープロのアプリをダウンロードしていれば権利あるんで、はい、誰でも参加は可能ってことなんですよね、はい、しかもダウンロードはただですし。そうなんですよ、はい、誰でもタダで参加できるんですよ、はい、で、あとはね、その概要欄でホームページ見てタイミングを測って31日に袴田さんとルームに入って対戦するっていうすごい企画、どうですかこれ。いや、めちゃくちゃ楽しみです。いいでしょ、勝手に決めてきたっす、はい、はい、ありがとうございます。いや、なんかちょっとびっくりしてますけど、はい、すごいワクワクしてますね、はい、だから皆さんもぜひこの機会ね、こんな機会なかなかないじゃないですか。だって私普段からあんまりオンラインゲームとかで人と対戦するっていうことしたことないので、うん、今回皆さんが初めての相手です。そうですよ、うん、でね、負けてください袴田さんに。じゃあガチでね勝負ですよ、はい、そうですよ、わざと負けるとかいらないんですよ。私意外と負けず嫌いですよ、うん、はい、だそこでね、うん、秋のね、はい、いい思い出にしてほしいですね、うん、そうですね、はい、そのためにはね皆さんダウンロードして1ヶ月しっかり準備してね、はい、あの修行してもらいたいですね。そうですね、はい、皆さん勝負だ。